校、まあ、僕たち出会ったのは大阪桐蔭高校で初めて出会ったんですけど、うん、岩田さんはいつぐらいからこう野球をプレーしだしたんですか。野球っていうものに入ったのはやっぱ小学校1年生からかな。チームに入って、はい、そこでまあみんなと野球をワイワイ楽しくやるみたいな。それは何ですか、もう自分から親に僕野球やりたいって言って入れてもらった感じですか。そうやね。長男ですか。うん、次男。あ、次男なんで、ね、で兄ちゃんが3つ上にいる、はいはいはい、松坂世代にいるんやけど、はい、同じタイミングで入って兄ちゃんは途中で辞めて、うん、で僕だけずっとやるみたいな。うん、小学校の時は軟式ですか。軟式です。中学から硬式。硬式シニア行きましたね。門真シニア。門真シニア。門真シニアって言ったらもう大先輩も今中さんですね。そう。